黒田雄介のレディオクローム、レディクロここは一体どこなの、見渡す。はい、皆様こんにちは、エニマ在住シンガーソングライター黒田雄介です。喉がガラガラでございますすごいです。昨日というのも昨日、サウンドガレージという場所でですね、ライブがあったんですね、そこでまあ騒ぎましたね。もう喉がひどいですよ本当なるべくお聞き苦しくないようにね、やっていきたいと思いますけど、今お客様が来ております。初のゲストと言いますかね、人来たことないですよこの番組。すごい。そうなんです。どこまで紹介していいんでしょう。昨日ライブでご一緒させていただいたんですよね。マイクこれになりますが、はい。飛び入り。はい。飛び入りの何さんと呼べばいいですか。恵子で。恵子さんで大丈夫ですか。はい、恵子さんという方とですね、その息子、息子って言っていいんですか。息子、いい息子さん。うん、名前はケイ君？ケイ君で。ケイ君が来てくれてます。おはようございます。おはようございます。すいません、こんな喉ガラガラの状態でね。まあ私もガラガラ。そうそう、ケイ子さんは昨日一緒だったんで、最後までね、はい、一緒に過ごしたんで、ね、まあなんでこんな声なのかがね、本当にわかると思いますけれども。はい、わかります。ね、ケイ子さんも聞いたことない声になってます。そうでしょう。ガラッガラでございますもんねそりゃなりますよ本当に。いや、というわけでございましてが、この番組の説明してないんでしますね。この番組、黒田雄介のレディオクローム、略してレディクロでございます。この番組はきらびやかな色を放つ金属クロームのような美しい音楽、そしてあなたの心のメッキを少しだけ剥がせるようなトークをお送りする、そんな番組となっております。いつも人がいないんで、今人がいるとちょっと恥ずかしいですね。なんかこういうのね、本日は7月10日でございますね。にお聞きの方は生放送でございます。深夜の12時半もしくは7月15日土曜日お昼に聞いているという人は再放送になっておりますので、ご了承ください。どうぞ沖のメス様に、お付き合いいただければと思います。いや、なんかなんやかんやで話をくれればと思うんでねちょっとこう、あんまり、ちょっと暑いですけどね、今日はね、暑いでしょう。しんどくなったら開けていいですし、はい、はい、大丈夫です。耐水していただいても僕がちょっと寂しくなるだけなんでね分かった、というわけで、今日の1曲目いってみたいと思います。こちらをかけちゃいましょう。はい、どうぞ。Thank you.
はい、お聞きいただきましたのはエアロスミスでございますね。正しい発音はエアロスミスですね。イートザリッチという曲ですね。これは僕の青春時代よく聞いてたやつですけれども、これね確か文化祭で誰かがねやったんですよ、うん、そう、それでね、うわなんかかっけえなと思って、そっから好きになったようなきっかけの曲でございました。イートザリッチ、まあ、なんか金持ちを食ってやれみたいな。なるほど。ゲップ。食い終わったんですね、これね。というわけで、聞いていただきました。エアロスミスの、イートザリッチという曲でしたね。それでは次のコーナー行ってみましょう。よいしょ。失礼しますね。はい。あ、間違った。弾き語る。こうか。こうだ。いやね、かっこつけると思ったらね、間違っちゃいましたけど。弾き語るのコーナーでございまして、はい、ご存知ですかこのコーナー。もちろん。お、さすが。さすがクエイコさん。さすがです。あの、まあ、とにかくギターを弾いて歌うというシンプルなコーナーでございます。あの今日はですね、まあ、お聞きの通り喉がグラグラなので、あのやめようかなとも思いました。あのね、母ちゃんとね朝話してて、うん、母ちゃんおはようとか言って、あんた喉みたいな、今日ラジオじゃないのかいって言われてね、ラジオですって、そう、いや今日ぐらいでもいいんじゃないのかいってね、あのお聞き苦しいのを聞き返すより、ね、あの歌わないで曲流してもいいんじゃないってね、うん、まあ、母ちゃんは母親なんでね優しくそういう風に言ってくれるんですけども、 そ、うん、そっかって思ったんですよ。一瞬気楽になったんですけど、待てよと、ゆうすけ待てよといかん、そういいのかと、これあの録音というかね、このアーカイブとかも残してるわけですよ、残るぞゆうすけと楽しみにしてくれてる人だっているぞゆうすけと、うん、いうことでございましてね、頑張ってガラガラでも歌える感じの高さの曲を選んでまいりました。歌わせていただきますね。あの人がいる状態でやったことがないのでね、すごくなんか気恥ずかしいんですけども、この至近距離でね、あのね、まっすぐ見れないですね。まっすぐ見たら唾もかかっちゃうからね、これね、はい、飛沫がね、はい、マスクしております、はい、そうですね、ちょっと僕マスクしてるとちょっとあの、はい、なんか息とかできなくなると思うんでね、あのちょっとあれですけど、これはあの僕の大好きな曲でございましてね、人も大好きでございますね。これはちょっと水も飲んでいいですか。意外とねこれね46分ぐらいまでやっていいコーナーなんでね、意外と時間あるんですよ、うん、余裕だ。そうです。桑田佳祐さんはお好きですか。もちろんですよね。ね、ですよね。ね、ケイ君。はい。あ、そうだ、ケイ君だった。いや、ほんとね、なんでしょうね。やっぱこの人は、なんでしょうね。ね、素晴らしい。これはね、あの、僕、歌本を今持ってきてるんですけど、この歌本は桑田佳祐のソロワークスっていうんですかね。お、桑田佳祐のソロの方の、うん。そう、サザンじゃないんですよ、これ。はい。桑田佳祐のソロの曲がいっぱい入ってるやつ。ドレミ出版ですか、これは。桑田さんだけでそんなに全然ありますよ、ね、もうほんとすごいですよ、うん、うん、なんかね、え、これもなんだいぶ前ですもん。いつのなんだろう、これ。うーん、俺がほんと20歳で、今何曲歌ってくれるの。1曲ですだよね。さっきの下りでなんで2曲とか行くんですか。だよね。決死の1曲を。あ、2001年発売のやつだから、あ、俺もう22年とか前。うわ、早い、計算早い。ビビった。え、ね、やばい。計算早かったですか、ね、早い。いやいやいや、そうか、え、これ22年前なんだ、ね、なんか自分がびっくりしました、うん、意外と綺麗に撮ってあるもんだなっていう。ね、ほんと綺麗。ずっと使ってますもんこれ、うん、うん、この紙の端っこ端っこにはやっぱり年輪は出てますけど ね、こういうところがね。あ、これラジオの人には見えねえじゃんか、うん、それよりも早く聞きたいんだよな。わかりました。あ、すいません、早くやれと。てめえ早くやれというわかりました。それでは、恵子さんのですね、こうなんていうんですか、尻叩きによって、曲を始めようと思いますね。ちょっとあっは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 っちょっとかけた方がいいですね。こんぐらいかな、いやもうちょっとかな、はあ、こんぐらいかな、うん、よし、じゃあ、桑田佳祐さんの曲でございます。
昨日お祭りでしたからね、はい、まあ、ある人のねお誕生日でしたけどね、はい、あけみさんですか、はい、あけみさんのお誕生日でしたけどもそういうお祭り的な、誕生会というか還暦パーティーというやつですか、はい、だったですけどね、その祭りの後ということで、祭りの後という曲聞いてください。はい、ワンツースリはずなのに好きだよなんてもう言葉にできない恋も涙も純情も生きるためには捨てよう今日も汚れた瞳背中丸めて隠れてる愛す人がいるお前だけが知るほど好きさ秋風のシャドウは終わらない夏に誰かと巡り合う夢の中でさまよいながら涙も枯れ「それとなくあの子に聞いたよ誰が大事な人なのか心の中じゃ」無理だと知りながら生まれてもくじけちゃダメだよこんなしがない世の中で振り向くたびにもう若くはないずっと野望でいる大人生を照れることなく語ろう差しながら男なら生きて優しいバカでいろ底なしの海に沈めた愛もある酔いつぶれて夜明けに一人月明がりのウィンドウ悲しみの果てに燃え尽きた眠れない街愛する人がいるお前だけが知るほど好きさ秋風のシャドウは終わらない柄でしょ今日柄柄でしょでも桑田さんの方が柄柄でしょ
からいいかなと思ってね。あ、これいいね。さすが。T シャツいいの着て来てくれてるじゃないですか。そうでしょ。これね、いや今テレビだったらね。ね。みんな見れないよね。カメラ振ってもらってね、見せるんですけどね。ね。僕の昔作ったやつですね。これ。あの CD のジャケットの T シャツが。ね、これレアですよ何枚もないんですから。うち家族3人さ、3枚あります。いやー、ありがとうございます。それを今日来てくれてますね、ケイ君が。ありがとうね、ありがとうね。おかげさまで。こちらこそ。ありがとうございます。むしろ俺の方が本当にすいませんね。あ、というわけで、あのマンスリー、違う、マンスリー、次のコーナーと、弾き語るのコーナーでございましたけど、まだ時間あるぐらい、あ、ないわ、もう過ぎてたわ。今日は桑田佳祐さんの祭りの後を歌わせていただきました。ありがとうございました。それでは次のコーナー行ってみましょうね。これね、いつもあげるの忘れるんだよ。よし行ってみましょう、マンスリーバースデーミュージシャン。これは誰ですはい、聞こえていますのはクイーンでございますね。マンスリーバースデーミュージシャン、あのこのコーナーはですね、伝説、あ、その月生まれ、まあ、つまり7月生まれですね、のミュージシャンをピックアップしてですね、まあ、伝説とか逸話とか曲とかアルバムとかなんだらかんだらをですね、掘り下げていって、まあ、私黒田自身の勉強も兼ねてですね、リスナーの皆さんと情報を共有していこうというコーナーでございますけれども、今月はブライアン・メイさんですね。7月19日生まれだそうで、あと9日後に76歳になられるんだと思いますね、これね。76歳ですよ。この人すごい変な人なんですよ。なんかなんていうんですか、まあロックギタリストじゃないですか。でもなんか天文学の博士とかって先週言ったんですけどね、言ってたね。そう、肩書きがもうその時点でわからんこの人は何の人なんだろうみたいなね。本当ね、いや頭のいい方なんだなとかいうか、多彩な方なんだなと思うんですけどね、ギター自分で作ったりとかしてね、すごい変わった人なんですけどね。まあそのブライアン・メイがギターをやっているバンドクイーンでございますけどね、あの最近リバイバルされましたよね、ボヘミアン・ラプソディっていう映画とかでね。そう、どうですかクイーン好きですか。この流れてる曲とかどう感じるんだろうね、この若き。めちゃくちゃハマったの、ケイ君が。クイーンに。うん。あら。ボヘミアン・ラプソディでね。ああ、なるほどですね。映画見に行って。で、影響受けた。ええ。ああ、素晴らしいですね。プレゼント何が欲しいって言ったら、あの映画のブルーレイが欲しいと。おお。ふーんって。ふん、自分じゃないのか。他にいるのか、もう一人。うん。もうでももう売ってしまったけどね。売っちゃ。一過性のものじゃないですか。そうそうそう。でもカラオケでもね、歌ってたよね。歌ってやばいですか。うん。ウィーウィルロックエとかですか。あのもっとなんかあれ、なんだっけ。なんだろう。ガリレオガリレオ。ああはいはい。あれバイセコですか。そうそうそう。あ、はいはいはい。バイセコ。ガリレオガリレオはバイセコです。あ、そうだ。そうですそうです。バイセコのやつで、はい、なんていう曲かわかんないですけどね。それこっちかけます。はい。なるほど、ガリレオガリレオってですね。そうそうそう。ああ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 。オペラみたいなやつだ。そう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 。あれをカラオケで歌うの。やってたのカラオケ。頭おかしいです。そんな小学生。それはいいですね。もうご両親の影響がもろ出てます。ご両親は聞かないので。そうですか。いや音楽好きがこう遺伝してんじゃないですか。これはね。面白いね。あのかかっていたのはクレイジーリトルシングコールドラブというですね曲、これ僕全然知らない、今かかってるのもドラゴンアタックっていうすごいタイトルの曲なんですけど、ちょっと知らない僕聞いたことなくて。知ってる。いやわかんない。いやこれマイナーだと思いますよ。で今からかけるやつもね、あのいやシングル曲なんですけど、マイナーっちゃマイナーなんですよ。あのアナザーワンバイツザダストドゥンドゥンドゥン、それドゥクドゥン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 ってジョジョの、あーかもしれないですね。スタンド？スタンド、ああ、多分ねあるかも。俺知らないけど。能力の名前である。能力はね。能力の名前であるんだ。うん、ねあの荒木博彦さんですか書いてる人。あの人、はい、もうクイーンとかね、バンドの名前つけますからね。エアロスミスだってありますからね。ブチャラッティ？違う、あのちっちゃい子なんだっけ？ナランチャか。ナランチャのスタンドはエアロスミスで飛行機のね。あるでしょうね。ドラゴンアタックはさすがにないと思いますけどね。探してみようか。あった気がする。あ、本当にあんの、
知らないかも。どうだろう、わかんない。まあまあそれちょっと後でググってみますか。はい、で今回聴いていただくのはこの「アナザー・ワン・バイツ・ダスト」。ほんとね、斬新だったみたいですね、この曲は。こういう曲調って全然なかったみたいで、うん、その国の中で、うん、で作った人は誰かな、なんか誰かメンバーの一人が作ったんですけど、バカバカしくてメンバーにちょっと言えなかったって最初浮かんだ時、でもやったら、ね、マイケル・ジャクソンがなんかバックステージで見てたんですって、コンサート見に来てたんですって、うん、そしたらフレディ・マーキュリーにマイケル・ジャクソンがあれシングルの方がいいんじゃねっていう話をしてシングルになったんですって。ほう、買った話ですね。すごい、おこれすっごい好きなんですよ、うん、なのでちょっと今流してみますね一回ね。はい、うん、それではすごくかっこいいっすよこれ。もうフレディ・マーキュリーがね、もうやる気がすごい、やる気がすごいやる気の問題じゃねえよな何言ってんだろう私たちだってみんなやる気あるよそうですよねセクシーさというかすごい、めっちゃ高い音で歌ったりするんで、ちょっと聞いていただきましょう。アナザーワンバイトザダスト、放題で地獄へ道連れと言って、放題よ、放題頑張れ、放題が頑張れよし、じゃあ行きますよ。はい、あのまだまだこれかかってた、よし、こうだ。聞いていただいております、アナザーワンバイツザダストって曲ですね。あの地獄へ道連れて連れてかないで、そう、どんな放題よでもなんかね、これアナザーワンバイトフォーバイツザダストって意味自体がなんか辛酸を舐める的なニュアンス、あのなんていうんですか、這いつくばって砂が口に入るみたいな意味らしいんですね。へー、もう一人倒れた、また一人倒れたみたいな、そういう歌みたいなんですよ、和訳を見たら。だからまあ、ね、ただじゃ死なねえぞみたいなところで地獄へ道連れというふうに放題はついたんじゃないでしょうかね。素晴らしい、おそらくですよ、黒田先生、うん、素晴らしいねちゃんと調べてますからね、二日酔いの頭にさっき調べましたから、ね、はい昨日の4時の時点でも何も決まってなかったんですからね。なんて不真面目な本当ね、局の人に怒られますよ、度胸ある。いや怒られればいいんです、こんな人は。本当ね、許されてからね、ダメなのかな。いや、違う、やる俺がダメなんですね。許してくださいというわけで、今月のマンスリーバースデーミュージシャンのコーナーですけども、ブライアン・メイさんでございますね。クイーンを取り上げております。というわけで来週もまた、ブライアン・メイさん、クイーンをね、取り上げたいと思いますので、以上マンスリーバースデーミュージシャンのコーナーでございました。ありがとうございました。ちょっと CD の準備ができてないわ。よし。よいしょ。
い、というわけで、いや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 、まさかの初ゲストありの、すいませんね、いやいやいや、とんでもないです、助かりましたよ、私なんぞが元気が出ましたから僕よかったまあもうさっきまでちょっとした息も絶え絶えでですね、忘れ物して一回家に戻ったりとかして、ね、またすべっちょびちょになってね、どうしようみたいな無事でよかった、いややっぱ人と会うのって大事ですな、ね、うん、すごく思いました今までずっと孤独な状態でやってましたけども、ゲストが来るってとても助かるんですね、あ、なんで頭をそこで頭をぶつけるキリコさんがすごいですいやありがとうございます本当に、はい、ありがとうございます、もうねもうあと1分ぐらいで終わりますけれどもちょっとした告知、7月11日火曜日ということは明日じゃないですか、うん、明日はモジョハンドでライブです、モジョマスと2人なんですよ、あら、そうなんです、モジョハンドでライブでございます、はい、で13日木曜日は平岸フライヤーパークでライブでございますねこの2つが、今週のちょっとね、今週多いですねライブがちょっと頑張りますんでね、なんかどうぞ皆様、よければよろしくお願いいたしますということで、それでは、黒田ユースのレディクル初めてのゲストをお迎えして、お送りしましたけども、お付き合いありがとうございました、この後も引き続き FME には続きます、1時からは塩谷カオルさんのラジアス始まりますので聞いていってください、本日のレディクルはここまで、ケイコさんとケイ君でございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい、また来週